さあということで本日の動画はですね、はい、まあちょっとお知らせと言いますかね、今視聴していただいている皆様に感謝を伝えないといけないということでですね、先日10月27日だったかな、生配信中にですね、はい、チャンネル登録者1000人突破しました。ありがとうございます。本当に日々皆様には、助けられてね、本当に感謝しております。ありがとうございます。ありがとうございます。僕今年ね1月1日に、まあ、確か155人ぐらいからスタートしたこの大チャンネルだったんですけれども、まあ、年内1000人目指すよと言ってね、うん、まあその目標達成することができましたと、はい、まず一つね安心しました。やっぱりねその、まあ、1000人行きましたっていう報告だけだとね、まあ、ああそうですかみたいな感じになってしまうんで、うん、はい、ちょっとね視聴者の皆様にもね、まあ、楽しませる動画というかやりたいなということでですね、はい、ここからちょっとご報告に入りたいと思います、はい、この度大チャンネル第3回質問コーナー開催いたします。いやー、はい、ということで質問コーナーということでね、はい、前から1000人超えたらやるよって言ってたんですけどね、実は、はい、でですね、まあ早速ね、まあ、質問コーナーを開催するんですけれども、うん、まあ、第1回第2回ご覧いただいた方は分かると思うんですが、うん、まあこの動画の YouTube のコメント欄と、まあ僕の Instagram のストーリーの方でね、うん、あの質問募集させていただきますんで、それを僕たち大チャンネルはですね、もらった質問全部答えさせていただきます。はい、全部答えます。はい、もう1人何個でもいいので、はい、誹謗中傷の質問とかね、うん、僕たちの NG がない質問に関しては全部お答えします。はい、ということで、ね、たくさんの質問お待ちしたいということなんですが、気になるのは期間ですね。はい、うん、質問期間はですね、まあどうしようかどうしようかってずっと悩んでたんですが、まあ、この動画上がってるの10月31日日曜日ということで、うん、まあ霧のいい期間はないかなと思ったんですが、11月6日から CS あるじゃないですか。 CS が始まるまで、まで、はい、質問募集したいなというふうに思います。はい、僕に直接質問するのも構わないですし、もう大までに聞きたいことあればそっちに質問しても構わないですし、はい、そちらは視聴者さんの、まあ、自由ということで、はい、たくさんの質問お待ちしておりますということで、今からね質問スタートしますからね、はい、たくさんの質問お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。お願いします。それとですね、はい、もう一つ、まあ、ご報告というか、はい、お知らせというかございましてですね、はい、まあ、今質問コーナーやると言ったんですが、はい、まあ基本、まあ、僕ら2人で企画考えて、はいはいはい、あ上げてるじゃないですか動画を、うん、ちょっとね視聴者さんにもねそれぞれねこの企画やってほしいとか、うん、多分あると思うんですよ、うん、ということでね企画も募集いたします。企画の募集の方はですね、同じ1週間 CS が始まるまで11月6日までなんですが、これはですねインスタグラムのみのちょっと募集とさせていただきます。はい、 YouTube コメント欄に直接書いていただいても構わないんですが、うん、まあ、それも参考にさせていただきますが、基本はインスタグラムの方で質問は募集とさせていただきますので、そちらの点よろしくお願いいたします。お願いします。まあ基本やりますもんね、言われたものはやりますもんね、はい、だって楽しみにしていただいてる方がいる中でやらないっていうのは申し訳ないじゃないですか、うん、車に轢かれ程度が無理だけど、うん、その本当に無茶な無理難題は NG で NG、まあそういう企画を提案していただいても構わないとは構わないんですけど、あのやりません。できないので、ね、できません。あのできる範囲でお願いします。はい、できる範囲で、ね、はい、よろしくお願いいたします。ということで、はい、さあお知らせ2つ終わりましたが、はい、まあ現在10月31日も10月最終日ということで、残り2ヶ月、まあ、どれだけ登録者が増えるかというのがまあ楽しみですけれども、はい、何かありますか。本当に感謝ですよ。自分12月から大マネに就任してですね、去年のね、去年の12月に感謝ですよ、皆さんには感謝のみですね。感謝です。ありがとうございます。本当に、はい、ありがとうございます。これからも本当応援よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということでたくさんの質問たくさんの企画お待ちしておりますので、ぜひたくさん送ってください。よろしくお願いします。お願いします。最後になんか応援歌歌っとくか。僕ね最近ねオリックスバファローズさんのね応援歌にちょっとガチハマりしてるんですよ。だオリックスの選手を誰か一人言ってくれないですかね。それこそ俊太。俊太、うん、後藤俊太選手、うん、行きますよ。俊太てれる行け走れゴー俊太、容赦なく切り抜け迫る敵を投げ払え、小付けも流行る迷い走り続けろ、俊太俊太、容赦なく切り抜け迫る敵を投げ払え、小付けの流行る迷い走り続けろ。いい応援歌だ。俺この前かマジで好きなんですよ最近。クソハマってて。
オリックスファンではないよ。オリックスの応援歌が好きっていう。おー、なるほどね。うん。はい、ダイマネにも一曲歌ってもらおうかな。吉田正尚力を求める限り、幾多の困難を乗り越え、前人未到の境地に、たどり着く男の名を。正尚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 おい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 それ正尚ジリリ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 見せろ全身全霊かけろかけろということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。では、さようなら。さようなら。どういう終わり方やねん。